徹底検証シリーズ第2弾？早かったな。第1弾の徹底検証で結構な数のコメントが来たので、取り急ぎ、作ってみました。で、今日は何を検証するんだ？お客さんはお金がなくなるとどうなるのかと、すべての数値がゼロのジェットコースターは作れるのか、です。なかなか面白そうな検証だな。ですが、その前に、以前から結構多かったコメントである、モノレール集金に吐き気を組み込むについて話したいと思います。ああ、確かにこれは結構コメントで言われてたやつだな。では早速やっていきましょう。まずは吐き気の作成です。正直、吐き気に関しては何でもいいので、ブループリントで保存しておいたものを使います。あれ、なんか前にも見たような吐き気だが、と思うじゃろ？この吐き気の数値がこちらです。なんじゃこりゃ、前回の検証で作ったやつよりひどいじゃねえか。いやー、あの後数値ってどのくらいいくのか気になっちゃいましてねー。頑張った結果こうなりました。頑張るの方向がマイナスに振り切れてるんだが、どちらにせよ、この数値が私に出せる限界なので、この吐き気が過去最高の吐き気ということになります。検証するにはもってこいじゃろ。確かにそうだけども、では乗ってみましょう。上昇するところは長いので飛ばしておきますね。というわけで落下からどうぞ。三半規管弱い人はマジで注意な。ちなみにこの吐き気なんですが、高速で落下させつつ回転させて、さらに回転を加えるとどうなるか気になったので作ってみました。なもん吐くに決まってんだろ。見ろ。ゲーム側も想定してないのか、最初のカメラ位置からどんどん後ろに流されていってるじゃねえか。想定しといてくださいよ。まったく、こんなアホみたいなジェットコースター作ってるのって、うちくらいのもんだろうな。では、この吐き気をモノレール集金に組み込んでみましょう。できました。これで吐き気に乗らないと帰れません。はい、地獄絵図。では、お客さんが乗るのかどうか確認してみましょう。ダメっぽいな。はい、ダメです。原因は実に単純です。吐き気だからだろ？それもありますが、違います。これ、以前検証したアトラクションループと同じ現象が起きているんです。簡単に言えば、乗りたいアトラクションじゃなかったから乗らない、という状況なわけですね。じゃあここが通常のアトラクションだった場合なら乗るわけか？全員ではないですが、一部なら乗るでしょうね。だってそれだとアトラクションループをここに作ったってだけなんですから。ああ、なるほどな。ちなみに、モノレールの出口に設置しても同じことが起きます。これも乗りたいアトラクションじゃないから乗らないわけか。ということで吐き気が完全に死んだお知らせでした。私としては嬉しい。私は超悲しい。では続いてお客さんのお財布事情についてです。お客さんはお金がなくなるとどういう行動をするのかだったな。簡単に所持金をなくすため、モノレールの運賃を200ドルにしておいたので、乗った瞬間すっからかんになります。ではこの団体の動きを見ていきましょう。モノレールに乗って、所持金をすっからかんにしたところからです。ほんと、やることがえげつない。検証のため、致し方なしたかし。まあ、大体の人がわかっているとは思いますが、所持金がなくなったお客さんは基本的に帰っちゃいます。まあ、だろうな、で。基本的にって言ってたが、お金がなくなっても一部のお客さんはパーク内に残って、アトラクションに乗ろうとします。でもお金ないから乗れないじゃん。はい、お金がないから乗れないよ。って言いながらブチ切れて帰ります。なんかもうめちゃくちゃだな。では、お金がないなら下ろせばいいわけですから、ATM を設置するとどうでしょう。まあ、並んでお金を下ろすよな。お金を下ろして所持金たっぷり。では、この後のお客さんの行動をマリさん、お答えください。ちなみに、今まるで囲んでいるお客さんの行動になります。いやー、普通にアトラクションに乗りに行くんじゃないか？では、正解を見てみましょう。所持金は145ドル。アトラクションに乗るには十分なお金があります。しかし引き返して、パークの出口の方へ、あやま、帰っちまうのか。これに関しても原因ははっきりしています。こちらをご覧ください。これはお客さんの思考をパラメーターにしたものになります。しかも、今何を考えているかも書いてあるな。どうやら、先ほどのお客さんはこの遊園地が面白くなく、疲れ切ってしまったので帰ってしまったようですね。そりゃ、アトラクションも少ないし休憩するところもないからな。さらに、このお客さんはトイレにも行きたいし、喉も渇いてるしお腹も空いていると、帰って当然だわな。このように、お客さんの欲求を無視し続けると、お金があっても帰ってしまうわけですね。やっぱり、飲食店やトイレは大事なんだなって。というわけで最後のやつ行ってみましょう。確か数値がゼロのジェットコースターが作れるかだっけか。言うなれば、吐き気の逆バージョンですね。興奮度もないわけだからそれはどうなんだろうか。細かいことを気にするな。それはカチコはカチコ。絶妙に古いし、誰かいるしもうわけわからん。というわけで、作っていきましょい。通常のレールを設置しても動いてはくれないので、今回は、駆動タイヤと呼ばれるレールを使っていきます。このレールはゆっくりとコースターを前に押し出し続けてくれるので、この検証にぴったりなわけですよ。本来の使い方とは全く違う使い方なんだろうな。というわけで完成したものがこちら。なんだか前回のモノレール遊園地を思い出すな。まあ似たようなことやってますからね。では気になる数値がこちら。ああ、ダメだったか。そもそも、コースターが動いている時点で、興奮度と恐怖度が発生してしまうので、完全に抑えるというのは不可能でした。ゴールさせないと、
稼働できないからなーって。これで検証終了なわけなんですが、マリさん、このジェットコースターに人が乗るのか気になりませんか？確かに、ちょっと気になる。なので稼働させてみました。この全く面白みのないジェットコースターに人は来るのだろうか。うわぁ、完全に無視されてますねー。吐き気ですら、入り口まで来て引き返してくれるのに、このジェットコースターなんか入り口に来ようともしないな。仕方があるまい、運賃をタダにしましょう。よし、これでこのジェットコースターは無料になりました。無料ですら乗るか怪しいが、おっと、家族連れのお客さんが乗りに行ってくれましたね。まあ、超安全だから子供を乗せても安心だしな。それなら家族向けに広告を出して、バンバン乗せましょう。乗ってくれても一切利益にはならないがな。見てください。こんなにたくさんのお客さんが乗ってくれました。おっせぇ、これ歩いた方が早いんじゃねえか？というかジェットコースターのジェットの部分が完全に消え去ってるわ。そんなのどうでもいいんですよ。見てください、このお客さんの笑顔。完全に顔が死んでるじゃねえか。子供になんて顔させてんだよ。いやー、いい笑顔ですねー。お前の目はどうなってんだよ。っていうか子供どころの話じゃないわ。後ろのおじさんもおばさんも全員顔死んでるわ。っていうか、そんな嫌な顔するなら乗らなきゃいいのに。無料という言葉の魔力って恐ろしいですねー。っていうか逆にすごいわ。乗ったやつ全員のテンション下げるなんて。また恐ろしいジェットコースターを生み出しちまったな。というわけで、数値ゼロのジェットコースターは作れませんでしたが、乗った人のテンションを下げるジェットコースターは作ることができました。これで全ての検証が終了しました。まだ気になることがあればコメントでよろしく頼む。というわけで、ご視聴ありがとうございました。